ユシル・ランドンは、現在117歳で、フランス・トゥーロン在住の長寿の女性。フランス並びに、ヨーロッパ最高齢者であり、世界では、田中過去に次ぐ2番目の長寿者である。また、フランスでは、人類史上最高齢の人物でもあるジャンヌ・カルマンに、次ぐ2番目の長寿記録保持者。また、1904年生まれ世界最後の生き残りである。 アンドレ修道所の名でも知られている。1904年2月11日、フランス奥ニー地域圏のガール圏アレスで誕生。3人の兄弟と幼くして亡くなった双子の姉妹がいる。ランドンは1918年に第一次世界大戦から帰国した2人の兄弟を覚えている。それが人生で一番幸せな日だったと語っている。19歳の頃にバプテスマを受けたとされる。 ガバネスとして働き、1944年に修道所となった。31年間ミシーの病院で働いた後、オートイコールサボア県にある高齢者施設に入所し、そこで30年過ごした。その後、2009年にトゥーロンの施設に移った。91歳の頃、首動脈の手術を必要とする心臓発作が起こり、手術することとなった。 116歳の誕生日を迎えた際には、毎朝チョコレートを一粒食べる習慣があると語った。また、フォアグラやベイクドアラスカ、ロブスターが好物であり、昼食時には毎日小さなグラス一杯のワインを飲む。2019年に、死の名誉市民となり、フランシスコ教皇より手紙を受け取ったという。当時視力をほとんど失っており、耳もあまり聞こえない状況であった。 2021年1月16日、入所中の施設で、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した際に PCR 検査を受けたところ、陽性反応が出たため隔離生活を送った。無症状のまま回復した際に報道陣に対し、何も感じなかったし、よく眠れた。この年になると死ぬのも怖くはないけど、孤独が辛かったなどと返答し、修道所として隔離中は、 若い世代のために祈りを捧げていたという。2016年10月26日、112歳257日で年齢が検証され、長寿者リストに追加される。2017年10月19日、ホノリン・ロンデッドが114歳83日で死去し、113歳250日でフランス最高齢となる。二千十九年二月十一日、 フランスでは3人目となる115歳の誕生日を迎えた。2019年4月5日、2001年に死去したマリー・ブレモンの記録を更新し、115歳43日で、フランスで歴代2番目の長寿となった。2019年6月18日、イタリアのマリア・ジュゼッパ・ロブッチナルジーゾが116歳90日で、死去し、115歳127日で、 ヨーロッパ全体での最高齢及び世界第2位の長寿となった。2021年2月11日、117歳の誕生日を迎えた。世界史上10人目であり、フランスでは1992年2月にカルマンが迎えて以来約29年ぶりであった。2021年10月5日、 ブラジルのフランシスカ・セルサドス・サントスが116歳349日で死去し、117歳236日で世界最後の1904年生まれとなった。2021年10月30日、117歳261日を迎え、2018年に死去した田島ナビの記録を更新した。これにより、世界歴代4位の長寿記録保持者となった。 ありがとうございます。